おばちゃんでしょ。いやまあ性別違うし、正常俺1。いやお前なし。あーやりました、番組に。デヒアンとプーさん混ぜたみたいな。ででーはい、みなさんこんにちは。てれーとてとてとてて、てれーとてとてとてて。はい、キングジェロム、キングダムキングユースケ、はい、終わったので、キングオーツーだオーツーか、キングオーツーか。いやむずいと思うよ、俺のことは。俺、多分ゼロポイント。俺もあんまわかんないかもな。まあゼロポイントの人はまあね、罰ゲームが待ってるから大丈夫大丈夫。はい、皆さん、目の前にフレッシュキャラがふさんよます。これ、使ったら頭良くなる。いやそうね、スッキリするからね。そう、体も頭も良くなって、全部活性化してキングオーツーになります。みんな全問正解。どう使う？結構使うか。これなんか発酵。おお。その種類がね。発酵種類あって、まそれぞれのその匂いが違う。はいはいはい。今回は成長者を使いたいと思います。オッケー。これスキャルセットですね。これまた。あ、さっきの人と。アグネスモニカ。アグネスモニカ。で、トップブランド。シンガポール。とハラル。ハラル。誰でも使える。素晴らしい。じゃあ使いましょうか。オッケー。うわ。マジで設定です。おお、めっちゃ好き。この香りめっちゃ好き。優しい。ライムみたいな。ライムみたいな。これいいね。夏超いい。え、俺これカバンの中毎回入れてこう。ね、これめっちゃいいよ。めっちゃいい。ああ。うわ、めっちゃいいこの香り。スースする感じがやっぱ鼻詰まりに効くんだよ。これフレッシュキャラはね、店で一番いいアロマ。ああ。マジでこれ日本で売ってほしい。いやそれな。ね。買う絶対買う。俺も薬局売ってたら絶対買う。読めないよこれ。なんかこんなちょうどいい匂いのやつある？あ、なくない？なんか制汗シートみたいなやつとかはあるけど、そうね、ロールタイプで、そう確かにロールタイプ見たことないわ。あーね。しかもこれはさ、オリーブオイル入ってるから、オリーブオイル、オリーブオイル、肌に優しい。あーね。そう、そうそうそう。本当だ。じゃあ乾燥しないんか。そういえばこれがあるね。本当。何これ？ケース。これ、なトッパーみたい。ええ。これサピ。可愛い。そうそう。いや。上にで、こうやって持ったらね。そうね、皆さんいました。皆さんいました、番組編。いや、ガチ本人やで、これ。これはリトル。これはまずジェヒアン。ジェヒアンとプーさん混ぜたみたいな感じ。いや、マジかわいいね。これかわいい。かわいい。え、これ、カバンに引っ掛けれるね。そうそうね。だから、マジで、さらに持ちやすくなる。そうね。Guys, kalian beli ya di official store Tokopedia Ultra Sakti. Mantap jiwa fresh care. はい。じゃあ、第一問。はい。じゃあ、大塚の龍馬っていう漢字を書いてください。なんでいつも。まあ、これ一番基本的だからね。まあ、大塚はわかるでしょ。さすがに。両のヒントお願いします。両の字がね、ヒント。結構両っていう感じって右側似てるじゃん。全部。右がわかんない。やば！待って。両！大塚はわかんだ。両の字は結構みんな一緒。右側の部首は。左側。左が、左が人によって違うみたいな感じ。右がわかんないよ。なんだ、両。俺の両は、ちなみに、あの、北海道にある五稜郭の両。知ってる！と同じ感じ。両。間違えた人、これ頭叩きます。違う、これ、待って。まあまあわかる。まあいいか、オッケー。いや、違う。やべ、出てこねえ。忘れちゃった。はい、1、2、3。大塚龍馬。大塚龍馬。わかんない。はい、全員違います。嘘でしょ。龍馬じゃん。龍馬。これだ。あ、正解。ああ、まあ惜しかった。出てこなかった。ユウスケ惜しい。これが正解です。わあ、マジでド忘れでした。そうそうそう。じゃあ叩くわ。俺が叩く。これやばい。これはやばい。これはやばい。まあ分かんなくて書かないよりはボケた方がいいから。これなんて読むんだよ。マジで。大塚。リオーマ。これ要領じゃん。はい、じゃあ0ポイントということで。ああ、最悪や。見たら分かったわ。出てこんだ。考え中に。見たら分かったわ。はい、じゃあ2問目いきます。はいはい。誕生日。ああね。まあ、ここはね。え、いつだっけ？あ、分かった。え、ちなみにまだ21歳です。
ですよね。そりゃそう。そう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 。この辺になってきますよ。まあ、ヒントとしては大学の学園祭の近く。ですよね。ですよね。これもそんな。だよねだよねだよね。大学の学園祭は大体11月の最初の週です。いや、こんなもんやった気がするよな。待って、1日ずれてる可能性あるんだ、これ。俺も多分その辺なんだよな。じゃあ、2日以上ずれたら、横からこれだよ。え、じゃあ、え、2日以内だったら、ポイント0.5。せーの、10月29。10月25。はい、全員違います。え、21とかでも19ですね。あ、じゃあ俺ギリ。ゆうすけ0.5ポイント。はい、横からいきますね。ブーン。いやでもね、この辺やったんや。いやなんか僕たちはさ、いつもなんか祝いがいつも遅いから、もう、いや俺、いや誰か10月16って書くかなって思ったんだけど、いや俺9入ってるの知ってた。いやなんか俺がなんか前4人でさ、誕生日だった時のやつがこう字幕が10月16日になってて、俺は10月19日お10月19日のの99年。何で分かんない。間違ってその日にめっちゃ祝われたよ。そうか、じゃあもしかしたらあるかと思ったけど、うわ俺9なかったですね。9入ってんの知ってたんよな。俺は確か20前後やったと思ったよね。それは下完全に。はい、ダメダメですね。やばいやばいやばい、3人とも罰ゲームになる。ごめんなさい。いや俺は全然いける。ごめんなさい。いや次多分むずいよ。マジ？もうむずい。じゃあ俺の好きな色。あ、なるほど、これは考えればいけるぞ。まあわりかし結構着てる服の色かもしれない。そうだよね。何？紺とか。紺は簡単だろ。紺は簡単じゃない？だからまあシンプルな色。な、黄緑とかじゃなくてってこと。そう、絶対シンプルな色。まあ、でもおつかがよく着てる服、そのエマージェンシー人がある。その非常口の。あれ？イグジットおつか。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 まあまあまあ、あれは着るけど。それしかない。それしかないな。ポン。よし。言っちゃってたよ、もう。白じゃないの。まあ、コンよく着てる。俺結構コン好きなんや。うっそー。コン、いつ着てるの。本当だよ。割れてきてるよ。結構着てるよ、コン。いや、羽織るやつとかコン多いよ。いや、お前白 T 多くね。白は多いけど。白は多いけど。ベージュも多いじゃん。まあ、ベージュも多いけど、まあ、ベージュ、コンの次にベージュかな。よし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 。いや、俺。0.5。 あ、じゃあ0.5ね。え、じゃあ俺1。いや、お前なし。1ずうずうしいな。よしよし。プティは全然。あ、プティはね、やっぱ着やすいから着てるだけ。あね、お前ら全員プティやろ。でもプティはみんな着てる。そう、着やすいやん。はい、じゃあ次、嫌いな食べ物トップ3に入ってるやつ3つあってたら3ポイント、一つで待ってたら1ポイント。お前なんか、なんか前言ってたな。 OK! これ俺全問、実はね、うん、俺全問正解言ったよ、ここ。え、野菜？まあ野菜にしてる、今果物抜いた。まあでも結構定番かも、嫌いなやつ。また OK、はい、これかな。いける？なんか大体俺と一緒。本当に？まあ近い気がするよ、俺と全く一緒のやつを書いたの。はい、 OK、はい、次だ、はい、セロリ、パクチー、わさび、わさび、梅干し。お前らさ、一番大事なやつ忘れてる。赤い食べ物忘れてる。あー、トマト。それフルーツじゃないの？トマト。トマト野菜でしょ。そう、トマトは、トマトフルーツだよね。いや野菜でしょ。あれ、トマトはまあ野菜かフルーツ。そう、俺だからお前がさ強調して野菜って言ったからトマト消したいよ。いやトマトはまあまあ、じゃあじゃあまあまあトマトありにしよう。オッケーオッケー。じゃあ俺マジでここトマトとか言ってた。オッケー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 。わさびでしょ、わさび嫌いでしょ。わさび嫌いだけどトップじゃない。トップじゃないよね。トップじゃない。え、じゃあトップ3教えて。トップ3はトマト、セロリ、キュウリ。キュウリか。待って、梅は？梅は入ってない。梅干しは？梅干し別に嫌いでしょ。嫌いだけど、嫌いでしょ。嫌いだけどキュウリか。まず梅って野菜じゃなくない？野菜だよ。キュウリか。キュウリか。梅って野菜？梅、野菜で果物じゃなくて。まあでも梅、まあでも梅、梅は別入ってない。え、じゃあこれ俺2ポイントでいい？これ2ポイントかな。しゃあ俺も2ポイント。お前は1ポイント。え、パクチーは？トマト、セロリ、キュウリだから。あ、じゃあパクチーなし。じゃあ1ポイント。よっしゃあ。なん、梅嫌いでしょお前。そうでしょ、俺と一緒。梅茶漬好きだもん。いや、加工品だよそれ。でもトマトは絶対だと思った。トマトはもう100%入った、はい、よっしゃ。じゃあ次、はい、5問目。俺はちっちゃい頃から剣道やってたんだけど、何年やってたでしょう。わー、ちっちゃい、どんぐらいちっちゃい。35年。
何年生まれ俺割かし言ってるかも、これ言ってた。まあこんなもんな気がするのな。そう俺それか俺、はい、忘れた。はい、1、2、3、11、8年間。11、8か11。8か11。7歳から18ぐらいで。そう、迷ってた。小2から始めて。迷ってた。よし、8か11。そんな気がした。マジか。いや、ゆうすけ強いな。イエス。そっか、11か。8か11。8と11って結構3人違う。高校生活消えてる感じ。じゃあ次、はい、じゃあなんか小学校の時に、はい、なんか卒業する時になんか一人一人将来の夢みたいなの書いてたじゃん。あれで書いてた職業なんでしょう。YouTuber でしょ。将来の夢。小学校の時に YouTuber ってまだ流行ってなかったからさ。待って、なんか聞いたことある気もするんだよ。生で真面目な感じだと思う。な感じではないと。え、ない。めっちゃビジネスするよみたいなタイプではなかった。ああなるほど。じゃあケーキ屋さんとか。どうだろうね。そのレベルってことだよ。そのレベル。まあ小学生が考えそうな。そうそうそう、サッカー選手とかね。なるほどね。まあ俺のなんか趣味とかから考えても。趣味？趣味とかそういうところから考えてもあるかもしれない。じゃあヒント1。ヒント1、食事関係。食事関係？もう言っちゃってるやん。え、分かった。食事関係で小学生の時に思い浮かぶ職業でしょ。食事関係だよ。食事ってでも結構ひどいよ。その職業しっかり名前当てないとポイント入りません。じゃあ OK。 待って、これはい、長くね。H、リザシェフ。シェフ。給食のおばあちゃん。違います。違います。ええー、パティシエです。え、似てね。給食だし。おばちゃんでしょ。いや、まあ性別違う。あ、シェフか。パティシエですね。パティシエリか。そう、なんか地元に美味しいケーキ屋さんがあって、そのおじさんがめっちゃ好きで憧れてた。おじさんが好き。おじさんがめちゃくちゃあのアンパンマンっていうさ、 あるやん、あれのジャムおじさんにめっちゃ似てて。でめっちゃケーキが美味しくて憧れてて。じゃあこれあの 1.5 点かな。マイナスかな。マイナス2ポイントぐらい。あパティシエあったな。確かに。うわ、じゃあ次は、はい、俺のチャームポイント。なんだろうね。はい、これはもう一択でしょ。これでも俺結構女の子から言われる。これは一択でしょ。まあチャームポイント。まあもうこれでしょ。チャームポイントないと思う。考えて。OK。はい。1、2、3。やれば。やれば。笑顔。笑顔。ツイッ！俺笑顔のこう笑った時の目のシワとかこう笑本当で笑ってる感がめっちゃいいって言われる。やればじゃないの？でも、やればよりどっちかって言ったら、エクボとか二重の方が多いかも。え、じゃあちょっと笑ってみて。気まずい笑いやな。なんかこの目が笑ってる感じ、めっちゃ褒められる。それ、そこか。そう。なんか、心から笑ってないと、目って笑ってないじゃん。これがいいらしい。辛いもの食べた時や。これでしょ。やばじゃねえ。俺刃言われないよ人に。あんまり一発刃かと思った。いや俺エクボの方が言われる。なんなら。じゃあ俺が思ってるだけか。俺らが思ってるだけで。やっぱ男。いやでもコメントには刃多い多い多いんだけど、まあ刃は笑顔に関係あるからやっぱり笑顔。じゃあ0.5。じゃあ0.5やねこれ。いや違う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 。笑顔関係ある。いや違う。自分はつかが。まあね。主催だから。結構大学に入って髪の毛染めてきたんだけど、はい、今までで合計何色染めてきたでしょう。うわめっちゃ多い。この糸全然分からんもん。正直黒染めに戻すとかは出して。あ、黒染め、黒はカウントしない。オッケー。緑とか青とかそういう色。あ、色だけ。何色、何回じゃないよね。何色、うん、何回はもうちょっと。オッケー。まあ色当ててくれたらボーナスだけど。おー、もちろん色で全部当ててたら。あ、全部じゃないとダメなの。もちろん。それはもちろん。やばいじゃん。色で全部当てれたら5ポイントあげる。1、2、3、5。まず数字7。まず7。7。よし。7からの、まあ、多いのは分かってたけど。金、銀、まあ、緑は緑あったし。まあ黄緑、緑だからある。緑、ピンク、
ピンクない。ピンクなくて。で、紫はある。あるよね。青ない。紫か。青ない。青ない。紫か。じゃあ写真ある。茶色もあんのか。赤、黄緑、銀、茶、金、赤紫、青紫。そう、紫だけじゃない。赤紫、青紫は紫だよ。いや、でもこれとこれ結構違くない？確かに。じゃあピンク以外はこれ。あ、銀は知ってる。そう、銀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 これで、赤これで。赤忘れとった。金これで。金は知ってる。隣緑か。緑側。うわあ。赤忘れとったな、完全に。そう。パーティーピーポー番号ですね。パーティーピーポーね。いやでも俺これ。全部当てるよ。いや、なんか紫だっけ。いや、だ俺もだって赤だけ。いや、どうも。じゃあ、どういや、どうも。どういや、ダメだ。でも俺もそうだもん。俺も赤だけ。これ1。そう。俺はどう。あ、でも全部この点数差でちょっとポイントあげるのはちょっとゲーム性としてないから。よっしゃー、ダメだ。黙って消しとけ、お前。あ、じゃあこれ簡単。Okay、じゃあラスト2問2点ずつでいいですか。2点ずつ。好きな洋服のブランドは何でしょう。これ多分簡単かも。思い出せない。自由だしね。わかった。これじゃなかったら大塚ブルボン。結構着てるかも。結構着てる。これのセール品があった時にすごい喜んだ。待って、出てこねえな。服だよね。服。あ、さっぱりする。これ出てこねえ。逆転しちゃうよ。これ絶対やってる。待って、出てこない。もうこいつの答え絶対分かってるよ俺。123。おめでとうか。おつか、おつか、おい、おつか、おつか、タイか。ノー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 ニツか。おー、おにつか、オッケー。おつか、おつか、おつか。お前の店だよ。ディッキーズでしょ。オレツカタイガー。ほら、ほら、よし。オレツカタイガーじゃない。自分のブランドでしょ。ディッキーズは別になんか、まあ安いから買う。安いから買う。オレツカは？オレツカは大好き。お前さ、だからオレツカ、大塚じゃないんやって。おお。おつかじゃん、おつか。N いらん、N はいらん。いや、ポロはせこいって。いや、結構ポロ来てるよ。来てる、来てる。まあ、それでもポロでしょ。そう。で、俺トロだからね。最後の問題します。はい。これ5ポイント。これ5ポイント。5ポイント。今までの積み重ねが全部 OK。 5ポイントね。今まで撮った動画の中で一番お気に入りのやつなんでしょう。お気に入りか。お気に入り。印象に残ってるとかじゃなくてお気に入り。お気に入り。あ、再生回数とかが伸びてる伸びてない関係ない。関係ない。自分が気に入りじゃない。好き。好き。好き。フェイバリットね。めっちゃあるよ。スカバンガッタのやつ。なんだろうな。これ言ったことある。結構しょうもないやつのが好き。そう。じゃあその俺らが活動してじゃあ一番最初のお菓子の動画から今までの前半後半あったらどっち？去年の方だから後半かな。後半か。去年の方。去年の。夏休みあたりに撮ったから。で、なんか日本一周、日本一周なら日本一周。それ言っちゃったら、それ言っちゃったらもう絞りすぎるから。まあでもそこら辺に撮ったと思った。でも俺はね、多分予想だけど日本一周ではないと思うんだよね。どうだろうね。いや、日本一周かな。どうやろうね。俺結構しょうもないやつ好きよ。しょうもないって何？あのくだらない。くだらない、おちゃらけてるみたいなやつ。でもそんな日本一周でおちゃらけてるやつだったかな。いっぱいあるな。ほぼ全部おちゃらけてるだろ。ほぼ全部おちゃらけてる。ノリと勢いで全部やつだ。わかった。わかった。これだ、絶対。絶対あるだわ。日本一周の中？多分俺は日本一周の中だと。あ、日本一周の中。さあ、どうでしょう。あと30秒ぐらいかな。一番しょうもない。え、これタイトルじゃないとダメなの？大体わかればいい。いやいや、わかるやつでいい。はい、1、2、3。才能賞のやつ。あのスリッパとか歌うとか。あの仙台のポカリ。そうそうそう。パッバサルタカンパランソマソー。はい、こんにちは。ミスターペデスと言います。ペデス、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 ペデス。僕の特技はスリッパ、スリッパ、スリッパ。考えたこともなかった。ええ。ビビエビ。そうか。
それか。ゆうすけ正解。あ、それだ、それか。そうなんだ、それやと思った。あの再生回数全然伸びてないんだけど、そうだ、おもろかった。ただおもろかった。それだ、あれおもろかった。マジおもろかった。俺あの、それだ、辛いペヤングのやつ、うん、なら辺で、なんかあったな、あの辺でって思ったら、あ、これあるやんと思ってこれ大好きだった。そう、それなんや、ね、それだ、あれマジ好き。あれおもろかった。それだ、それだ、それ思い出した。それ、存在することも、それは完全に忘れた。あの、マジで好きなんだけど全然バズってない。そうね。でも見ろ、何 PBAB。 あ、俺は箱根。あー、箱根も確かに面白かったよ。そう、なんかめっちゃ土砂降りでね、残るぞ、思い出に残る。そう、まあだけどこれね、それなんですね、最高賞なんですね、はい、じゃあ俺ポイント11点取ってね。強っ。あのスリッパね。そうだね、とんでもねえマジック。ミスターもやで。ミスターもやで。あれか、日本一周でね、仙台でやることなさすぎて暇すぎて。そうだね、ちょっとあれでも神企画だよね。神企画。そっかそっかそっか、あれだわ。うわマジ存在忘れてた。完全にあれだわ。あれでしょ。ああ、いや、それはさ、なんか日本旅行マタップの中で、まあなんか唯一演技。ああ、そうね、フロットかない。ね、神企画よ。神企画や。ちょっと皆さん見てみてください。本当に見てください。マジで面白い。大ふざけ。まあ僕たちにとっては面白いけど。そう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 。伝わる。いや、伝わらない気がするな。分かんないな。はい、はい、いいな。はい。はい、ということで優勝は、はい、ゆうすけ。ゆうすけ。イエス。え、差がすごすぎない？差すごすぎんか、1位と2位3位の。勉強します。ということで2人罰ゲームでいいですかね。はい、もちろん。いやいやいや、もう2も2点5。11と 2.5 だからね。いやいやいや、じゃあ大塚はどう思いますか。いや、一緒でしょ。もちろん。一緒に頑張ろう。やばででー。最近ね、なんか筋トレとかそういう罰ゲームばっかだったからね。そうね、たまにはやっぱ夏だし刺激がね、そう大事だと思うんだ俺は。パダスを感じないと。じゃあ2人で料金あって、2人でこう先にジェノムがこうついて、ついてもらって食べて、逆にこうやり合って。危険でしかない。いや、なんか2人とも罰ゲームだからね、少ないよね。まあまあ辛いからね。優しいから。でもさ、ドベだから、うん、差つけないとちょっと一番下。あ、そうな。あ、そうか。あ、痛い痛い痛い。いいよ、行きます。はい、トーロ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 ヒロトモヒロヒロトモ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 。お、かっこいい、かっこいい、上な。久しぶりや、この感じ。ああ、ああ、いただきます。ジロムのこの食肉は珍しいね。確かに。健康健康。はいはいはい、よく頑張りました、はい、ました。はい、それじゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録シェアお願いします。お願いしますね。お願いします。じゃあまたね。またオフジロー。